まあ,あれは大体そうですね5歳、まあ、小学校上がる前にねうち両親とも公務員なんですよで母親がその役所がやってる結婚式場で働いてたんですねですから土日でも仕事がある時があるとで父親は土にもう日曜日は完全に休みというパターンである時母親が仕事に出て父親が休みだった で僕と弟と父親と3人で家にいたんですよそこにね巨乳のグラビアアイドルみたいな可愛い女性が来たんですね自宅にまあ父親が浮気をしてたわけですだけども僕自身がまだ5歳ぐらいだったんで浮気っていう概念が存在しませんよねお父さんの友達だよというふうに言われたらああそうかとなる で、えー、カレーライスを4人で食べましてでお皿はなぜか洗わずにそのまま台所に4名分のお皿を置いてるんですね母親が帰ってくるまでわざ今考えればわざと洗ってないんだと思うんですよでそのお姉さんと遊んだりわちゃわちゃトランプでゲームしたりしながら一緒にお風呂に入ろうってなったんですよ で僕その人と弟と3人でお風呂に入ってで、まあ、すごい巨乳の女性だったもんですからおっぱい大きいなとこう、まあ、5歳ぐらいの子供でまで、あ、遊んでたんですねそれから夕方になって母親が6時頃家に帰ってくるその時にはその女性はもう帰宅してます「お母さん今日お父さんの友達が家に遊びに来たよ」 って僕母親に言ったんですよもう浮気ということが理解できてないんで父親も、まあ、あのまさかそんなことを僕が言うとは思ってなかったんでしょうね。お父さんの友達が遊びに来たんだよお母さんよりおっぱいが大きくて一緒にお風呂入ったって言ったんですよ。<laughs> 母親が「なんじゃいその女ぐらーってバーンって僕の顔面殴ったんですグーで。それから僕本当に 巨乳の女性が怖いんですよもう胸の谷間強調するよくその夜のお店関係とか行ってもいるでしょこう胸の谷間強調するような服着て僕本当にそういう女性が悪い人間に見えて仕方ないんです人の家庭を壊す人の母親を苦しめる幸せというものをぶち壊してむちゃくちゃにしてしまうようなねそれが巨乳なんだ。おっぱいは悪だ まあそういう結果にたどり着きましてそれから一切巨乳の女性とは恋愛ができないんですね巨乳は悪だ皆さんもぜひこれを覚えておいてください絶対忘れんな